大人の気持ちがだんだん薄れてきた。それでいいんだよ。お互いのことを忘れない限りね。ジュディとピーターもね。あら、一つだけしたかったことがあるの。完全に子供に戻る前にさせて。車の運転ができるのはまだまだ先の話だね。どうもありがとう。メリークリスマス。メリークリスマス。お一ついかが？新しいクロストレーナーが大当たりだよパパ。いや、ブラジャーじゃないよ、スポーツシューズ。見えたわよ。あ、じゃあ切るからね。メリークリスマス。明日空港で会いましょう。パパに会えるのが何よりのプレゼントだよ。それじゃあ。来たの？そうよ、早く早く。わあ、かわいい。すいません、ジム、よく来てくれましたね。はじめまして、妻のマーサです。どうも。女房のサラです。どうぞよろしく。子供たちは？いたよ、そこにいる。どうしてご存知なの？いえ、なんとなくそんな気がして。ご両親によく似てらっしゃるから。それはどうも、紹介します。ジュディにピーターです。パリシュご夫妻だよ。ご挨拶して。どうぞよろしく。こちらこそ。変わってないね、懐かしい。いや、なんだか仲間みたいな気がして、初めてとは思えない。ご主人からいろいろと伺ったらしくて。それを女房にも話したんですよ。プレゼント取ってくるよ。そうね、うちも子供が。メリークリスマス。すごい。いつから来てくれます？実はお世話になる前に家内と二人で休暇を取ってカナダへスキーに行こうと思ってるんですけど。やめて！あ、すいません。実はその…急いでお願いしたい宣伝の仕事がありますので。いいですよ、スキーなんていつでもできる。じゃあ来週からでも。いいですか？じゃあ早速スタッフをご紹介しますよ。みんな来てますので。よろしく。いらっしゃい、ここは君たちの家当然だよ。いつでもどうぞ。なんか変な音しない？